はい、こんにちは。札幌占い美容室早間頭の後藤です。今日は、カラーをやっていきます。先ほどモデルさんの方に希望のカラーを、見せていただきまして、ゴール地点が、ピンクベージュみたいな感じの色にしたいです。モデルさん今ブリーチしたことがないということだったので、ブリーチを、してブリーチをちょっとメッシュっぽくしたいということだったので、メッシュ風にブリーチ入れて染めます。ブリーチは、今日使ったブリーチは1対5です。パウダーが1のオキシ、 6% オキシが5です、のオキシで作りました。これを、ホイール使わないで今日はやっていきたいと思います。でホイール使わない理由としては、髪の毛って層ギーが入ってますから、根元の量が例えば100本だとしたら、ありえないですけど100本だとしたら毛先の方が70本もしくは50本ぐらいの場合がありますよね。なので、例えばじゃあこのぐらいのチップで取ったとします。そしたら根元の量が100本に対して毛先が50本だったとしたら、そぎが入ってて、そうした場合根元で取ったら毛先の方が量が少なくなっちゃうのは分かると思うんですけど、根元の方だけブリーチが多くなって毛先の方のブリーチが少なくなるっていうのは分かると思うんですよね。毛の量が少ないですから。ですので、全部終わった後に後で毛先の方だけ足す必要があるんですよ。それをホイールでやっちゃうとちょっと分かんないので、ホイールを使いません。でそのままやっていきます。リパレット使って、やっていくんですけど、結構色変わっちゃうんで、こんな感じでやっていきます。スライスは1センチスライスでやっていきます。リパレットでこれテンションかかって、刷毛は、ちょっと寝かして塗る感じで塗っていきます。毛先はドンって感じですね。スピードが大切なので急いでやりましょう。で、リパレット入れて刷毛を根元側が寝かして取ってドンですね。このぐらいのペースでやっていった方がいいです。多少毛先の方ブリーチがついても、どうせ後で毛先の方を増やすんで全然大丈夫です。根元を刷毛を寝かして塗って取ったらそのままドンっていう感じですね。ですので、じゃあどうやってやるかっていうのは、さっきは根元側でチップを取りましたよね。チップが取った場所が要は100本ってことですね。で、今度欲しいとこですね、この毛先欲しいんで毛先でチップを今度取っていきます。そこを120本、ここよりちょっと多くすればいいだけなんで、まあイヤートゥーからこう自然に分けた状態で、今度はじゃあここを120本にしましょうと。なのでちょっとここはランダムに、毛先をです、拾っていって、120本ぐらいって感覚になってしまうんですけど、120本ぐらいの感覚になるようにちょっとこういうふうに足していくんですね、毛先に。そうすれば根元から毛先の方にかけてのまずグラデーションっていうのができますね。ブリーチのまずそこを作っていただくのがまず第一段階で、このベースが できればこのベースにカラーを、乗せるだけで大丈夫っていうような感じになります。
まあこんな感じですね。わかるでしょうか。あの毛先の方で、まあ、この辺でウィービング取るような感じですけど、ちょっと固まってしまってるんで、ここは楽にですね、ちょっとこうだいたい手のひら分ぐらい上に、間引いて取っていくぐらいでいいかと思います。これで根元よりちょっと多いぐらいの感じになるかなと思うんで、これでグラが入れてますね。この量と毛先の量、はい、ここで一回見て、あ、じゃあこれぐらいで大丈夫だなっていうのが分かったら、これでちょっと時間を放置していきます。あと根元の方がベタって濡らさって穴じゃないな、水玉見たくなってないかっていうのを確認していただいて、放置するような感じですね。毛先の方の塗布量をちょっと多くして、まあよりグラデーションで、本当は毛先のところをちょっとコーミングしてしっかり薬を溜めていって、より毛先のところが明るくなるようにちょっとコーミング入れたりしましょう。今ブリーチが終わってで、その上にカラーをちょっと乗せてみたんですけど、まあ、ちょっとどのぐらいの発色になるか、結構オレンジが強かったので、ちょっと途中経過見ようかなと思ってシャンプー台にちょっとつけちゃいました。一応でこれで OK だったらこれで大丈夫なんですけど、一応カラー使ったのが A の10、スローカラーのアッシュの10と、グレーカラーのピンクの10、コンフォート P の10かな、10トーンのコンフォート使った理由としては、ちょっと、ブラウンミーが欲しいかなと思ったんでちょっと使いました。はい、でそれにアッシュは若干、まあアッシュミを入れたいんで、ちょっとアッシュを混ぜて、ピンクはあまり強く出すぎちゃうと強いかなと思ったんで、まあ、1対1で配合してます。そして根元はその配合で、1対1、オキシと1:1の状態です。で根元から毛先は、中間から毛先に関しては、根元塗り終わった薬剤に、薬剤が1だとしたら、オキシをさらに、それと同量で入れて、毛先は 6% のオキシを入れて、毛先はちょっと染料が薄くなってます。はい、はい、なんかちょっとピンク味が弱かった気がしたので、シャンプー台でちょっとまあプラスしたんですけど、8P です。P の8をちょっとプラスしました。なんとなく、まあ、ちょっと若干薄いかなと思ったんで、まあ、足す時は僕は結構時間もかかっちゃうんで、シャンプー台で軽く少し残るぐらい流して、その上にもうすぐつけちゃうんですよね。そうすれば全部落とさないで、もともとついてたカラーそのまま残しながら、その上にこうかぶせていきます。ついてるとやっぱり完全にそのまま乗っけてもなかなかつかないんで、一回軽くだけ流します。やはり乗っけてみないと発色とか分かんなかったりも実際あるので、予想とちょっと違うっていう部分も結構出てくるんで、まあ、そういうふうに対応していければ時間もそんなに今かかってないんで、以下、まあ、1時間半でブリーチ、トナカラーっていうか、まあ、そこまでいけるかなと思います。はい、もう色入ってきてるんで、まあ、このまま置いていきます。で先ほどのカラー、塗ったところからのタイムで測るので、だいたいこれ後から乗っけたのはそんなにびっちり置かないですね。まあ、その分ちょっと濃いめのピンク8そのままジャストで乗っけてるので、
動画最後まで見ていただいてありがとうございます。今日はまあカラーだったんで、まあ結構時間はまあのんびりやったんですけど、はい、特にありません。ちょっと連日で僕ちょっと最近疲れてきてるんですけど。はい、頑張ります。じゃあねー。